皆さん、こんにちは。淡井圭介です。ヴィッセル神戸の皆さんへの、メッセージ、関係者の方、ファンの方たちを含めて、今日の試合で、優勝、勝ち取りに行きましょう。ヴィッセル神戸に誤りの失点、誤失点はなし。世界のルールは法律。法のもとに平等。ヴィッセル神戸は J リーグでの優勝がまだ1回もない。淡井圭介は頭の中も心の声も喋ってる言葉も使用します。そして今日ヴィッセル神戸の球場へ足を運んでみようと思います。入り口左手に、関係者の方がいらっしゃる、建物があると思いますけども、まあそちらの方で、まあ、私の身分証明書、運転免許証を見せて、本人であることを確認してもらって、まあ、関係者の方たちに会わせてもらえたらなと思います。あとはどこか座って見れるところがあれば用意していただけたらなと思います。以上です。皆さん、今日の試合、まあ、私の方としても何があっても、勝ちに行くつもりです。あとはホームページ、淡井圭介の駅に記載している内容だったり、まあ本日 YouTube にアップロードしている内容だったり、天の神様への安全のお祈りも本日すでにいたしています。空も本日は晴天です。試合が終わるまで今日も遊びません。以上です。これで十分だと思います。皆さん、信じてます。